ジムトレーナーって派遣か。ブヒー。レベル30。もう穴掘ってやら勝手に死ぬでしょ。頑丈もとかもないしね。あ、しかも頑丈の仕様変わったのは最近か。もともとあの頑丈って一撃が効かないだけだったっけ。来たー、こいつだ。こんなに食らうか。硬い。あ、マジか。これ命中低いから、それハスすの待つしかないか。え、引きすぎちゃうかーい。ちょっと甘えていくか。しゃくれ対決。この時代まだシャドーボールは噛みつく、これ半減だからね。アクア特殊、うん、噛みつくも特殊。まあでもだいぶ入れたから大丈夫やろう。嫌な男は結構トリキなの使ってくるな。いや違う、噛みつく押したのは単純に、いや半減って分かってたけど、でも特殊だからそっちの方が効くかなと思って。急所だけは勘弁してくれ。よし、なんとか勝てるか。うわぁ、いやもうかけら使うわ。もうふぅ、なるほど、逃げ。ここはもうこれはかけらを使って二次元を倒しに行く。いや、都の感じやつだな。ちょっと使いすぎたな。そう聞かへんな。
リブアウトしちゃったの耐える。あれ、もしかしてこれアイアンテール切れた？あ、か、勝ったな。しかもこれ、レベル13のリベルの方が早いという。もともとの主力値の差があるからなんですが、ハガネールは何もだったっけ ?30 やったっけ。で、こっち100やから。まさかの勝利。かけらがなくても勝ってたか。うわ、かけら意味なかった。経験値が入っただけが。あれ、ハガネルって何倍やったっけ ?30 やったっけ ?20? で、ミルタンクが100のはず。30か合ってるか。スチールバッチにはポケモンの防御力を上げる効果がある。おー、あとこれもどうぞ。僕はアガマジン23倍だ。アイアンテールかな。あんまりうまく言えないけど頑張ってくださいね。ちょいちょいタメ口になるのがちょっと可愛いね。これミルタンク早いよ。ちょっとじゃあどうしようかな。みかんは、そうだね、リメイクで、意外とこの後、もう、出番があったよね。やっぱ人気キャラだったから、みかんちゃん。リメイクではもっと出番あったよね。あ、そうか、ダイヤモンドパズルでも出てくんのか。2時なんだよな、もう。小金行くか、とりあえず。いや。なんか確かラジオ塔で何か起きるはずなんだけど。確かなんかあったよな、機械上。はい。く。なんかクイズ。確かポケモン出ない、いる。木の実と水で買えない、はい。遺伝居合抜きじゃない家。レベルが低すぎるこのハヤト。スロットに人影の絵は使われていない。人影図柄なんてないよ。居合抜きってやばいな。ああ、そうか、もう先に進めるのか。先に進めるんだったら、援助行くか。あ、EV、いやでも EV もらってもなー、使わねえもんだったら進化できねえもん。確か、すり鉢山に、マリルとか出てくる。ここでもちょっと長いからな、終わるか。アニポケのイーブの進化に悩むかい。あ、あったね。サトシ、結構初期のやつでしょ。
なんかそれぞれのその、シャワーズ、サンダース、ブースターを使う先輩トレーナーみたいな人たちがいてさ。で、なんか、サトシがそれを見て、みんな、いいけど、俺はどうすべきなんだって悩んだあげく、結局 EV で止めるんだよね。いや、あれ、いい話だったよね。あ、兄弟だったっけ？あ、違う、ごめん、違う、そう、サトシじゃねえ。なんか、そうだ、兄弟だ。で、弟がいて、その、兄が3人いて、みたいな話か。で、その弟が何するか悩むんだけど、イーブで止めるんだっけ？じゃあ、そう、サトシの話じゃねえんだ。4人兄弟の末っ子か。ちょうどではイーフにする話かな。あ、そうなんだな。エイフィーってなんだろう、でも、エイフィーの進化ってさ、やっぱなんだろう。なんつうのかな。エピソードになりやすいからね。夏木進化っていうのと、あ、やっぱ、あ、朝、あ、赤、村木よりイメージが明るいから。から金銀クリスタルの最後のレッドが使ってくるのもエイフィーだし、バカギャラ前まで行ってみる。スイ君、え、いるの？嘘、ここに？そうだ、ないでしょ。うわ、いた、本当に。いけるんだっけ？ちょっとすり鉢山の、ま、すり鉢山ってちなみになんか何があるとこでしたっけ？あー、バルキーか。あー、じゃあいらないな。お前さんも湖に行ってケラドスの踊りを見るのかな。ポケモンを捕獲したいな。おたち、縛り無視してバルギーゲットしないか。いや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 、そんなになんか縛り無視するほどの。おたちや、これかわいい。一応ゲットをしとくか。ゲットをしとくか、ゲットを。よっしゃ。この形は可愛いな。なんか、手で掴みたいよね。掴むとうねうねしそう。
あ、しまった、名前忘れた。使うつもりなかったから、なんか完全になんか名前を暗化すの忘れた。ごめんなさい。クリスタルに出ないってコメントがあったんやけど、そんなことないよね。いや、出るとしたらここなんだよ。あ、カモネギ。これはゲットでしょ。うわ、生意気だな。え、なんでこんな捕獲しにくいの？あれ、こんな捕獲しにくいの？ジンスケ。世代のカモネギ少し低い。あ、そう、え、嘘。え、マジで。カモネギの臭い生意気やな。ちょっと待って。数の減ったカモネギを守るため、茎を育てや、育て、茎を育て増やそうとする人が現れてきた。絶滅、絶滅危惧種なの？茎を育てる？カモネギの個体数を減らさないために茎を育てる？ネギが本体ってこと？え、ちょ、わかんねえ、俺。その鳥はお化け。え、嘘。その鳥ってこれポケモンじゃないんや。ただ鳥なんや。ネギが本体やったんか。知らなかった、俺。じゃあ、A までやったから、立ち見 B かな。B の5150番でいいか。お正か人あれ、
どうしよっかな。もう大立ちはいらんやろ。ああ、でも保護、ちなみに、ツワハスって、覚えたよな。保護を解雇したらツワハスにするか。いや、あとね、キリン力が欲しいんだけど、出ねえのか。出ないっていう情報で合ってるの？いいパーティーになってきたな、なってきたけど。クリスタルが出ないっていう人がいるし、脅し捕まえてない。脅しもでも欲しい。うわ、色気かっこいいな、めっちゃ。まさにキングっていう顔している。ああ、夜限定ってこと？切りに行きます、ノーマルだから。ちょっと、入れたいなと思って。スワハスとメタも一緒に預けて、卵を受け取り拒否するか。脅しでも遅い気がするなぁ。ああ、来た。確かこの辺のなんか波乗りでちょっと行った脇のところのなんか、あれだよね、木揺さぶるとヘラクロス出てくるんだよね。ここじゃなくていいんだ。ヘラ、ワカードの左の横で、あそこ意外とそこら中で出るのか。ああ、どうしようかな。もうエミューとカズヒロだけでなんか、ストーリーが進んじゃうから、なんか他のキャラを使いたいな。あ、キャラ。レベル10のキャラ。確かに俺も今ちょっと違和感があった。レベル1で釣れるとこあるキャラだぞ。そう。ああ、クリスタル入手クッキング。あれ、釣り上げたポケモン捕まえな、ガンデさん、ドラボーだな。ハイパーボリューム断然捕まえますよ。へぇー。光の湖。知って何もなかった気がする。あれ、なんだここ。水を、僕は水曜日の水を黒ゴビを受け取って、曜日限定の人ここにいたんだ。たまたまいた。今日たまたま水曜日でたまたまいたって感じか。まあいらないけど。岩鉄の家の裏側ヘアグロスの A 部分のやつだ。そう。あ、ちょっとここちょっとついてみよう。もう出ねえかな。
出てきた時に鳴き声ないとちょっと寂しいな。私はここで瞑想することで新たな力を身につけた。その力は君のポケモンに分けよう。あ、目覚めるパワーか。怒りの湖って琵琶湖だよな。なんかまだモチーフになってるものあるんだろうね。これは何だろう。見切りを、まあ悪くないけど、まあ使わないアイテムだな。ハッサムとかって、この時代ってまともな虫技がないから、目覚めるパワーで虫の威力高いのを厳選しなきゃいけなかったっていう。よし、終わるか。お立ち。く。あとでも何がある？ギャラ、メガ、あの赤ギャラぐらいしかなくない？赤ギャラ倒したところでじゃあ終わるか。ワドラン、ワドラン。ヤドラン。いや俺ミカン倒した時点で今日終わるつもりやってんけど、まあ、時間も時間だから終わるか今日は。赤ギャラはまあ赤ギャラ倒して今日終わるか。じゃあ、いやゲットしないよ俺、ノーマルじゃないもん。ギャラドスが暴れた後の穴に雨水が溜まってできた。ギャラドスの図鑑説明めちゃくちゃやからな。すべて破壊し尽くすまで暴れ続けるやからな。よし、ちょっとレポート書こう。エフェクトに注目。きたー。ちょっと待って、立ち出してクッションにして、どうしよっかな。何を育成していこうかな。何を育成していこうかな。マジでキレンジキ欲しいけど出ないのか。ここスワハスとか育成してもしゃあないからな。しかも多分強、なんか将来設定みたいなのがリメルンってかギルタンクもいいと思うし、自滅
トゲチックはね、ちょっと、お星様になりました。向こうは赤い鱗を手に入れた。よし。あ、ワタルがいる。この湖にギャラドスばかりだな。やはり、恋キングは誰かの仕業で無理やり進化させられているのか。君も噂を聞きつけてやってきたのかい？そう、モコウというのか。俺は渡る。君と同じトレーナーさ。ここの噂を聞きつけ真相を調べていたのだが、モコウちゃん、さっきの戦いを見れば、君が相当な実力のトレーナーだとわかる。よかったら俺と一緒に調べてくれないか。いやー、ちょっとさっきから気になってたんですけど、ちょっと口臭、ちょっと口臭が、あのタバコとかって吸われますよね、多分ね。ちょっと一緒にペア組むのは。ギャラドスがやはり大量発生してるっぽいな。試しに一回エンカウントしてみるか。攻撃力だけ。あ、ギャラ出る。ギャラ出るな。しかもレベルが低い。木工先生とはコミケ握手したときに、満面の笑みとともに口からニンニクの香りが漂ってきて正直つらい。嘘つきも絶対来てへんやろ。湖の恋キングは長時間流されている。謎の電波で無理やり進化されているようなんだ。木工ちゃん、先に行って待っているよ。うわ、飛びやがったか。まあじゃあこの辺かな。預けだろう。いやでもこっからノーマルポケモンってちょっともう出てこないよな。あんまりキリン力出ないのは辛すぎるな。芝戦まで行けって。芝ってしてんのやろ。無理やろさすがに。まあじゃあこの辺で終わりで。これやったっけ。長寿ターンに来たならいいか。名物怒りまんじゅう。ここだ。海流破壊光線。うわひでえ。今のポケモン屈指の名シーンやから。人に破壊光線食らすっていう。やはりここからでおかしな電波が流されている。よくわかったな、でも、渡る。階段はここだ。お子ちゃん、手分けして中を探ろう。俺から先に行くよ。なんででもここなんだろうね。地下への階段をバレちまった。あいつのドラゴンポケモン強すぎる。
よし。